ウィボー280のエールフランス仕様の塗装の模型ウィボー 280T シリーズは1930年代のフランスの旅客機である。十数機がエールフランス、エールユニオンで運用された。試作機のウィボー 280T は1930年11月に初飛行した。全金属製の型持ち単用の3発旅客機であった。 エンジンは 300HP のイスパのマイナスライト Q、QA エンジンが搭載されたが、すぐに、ノームローヌ 7KB エンジンに換装され、ウィボ o 2 8 1 t と改名された。ウィボ o 2 8 1 t の2号機はエンジンを 350HP のノームローヌ 7KD エンジンに、換装され、12座席となり、ウィボ o 2 8 2 t とされた。282T は7機が製造され、 数機が1933年にエールユニオンのロンドンパリ路線でボイルドールとして運用された。燃料搭載量を増加させ、ビブを改造した 283T が10機、製造され1934年に、最初の1機が1934年にエールフランスに納入された。282T から 283T に改造されたものもあった。後に軍に接収されて、 組用輸送機として用いられたものもあった。ありがとうございます。